さあ、始めようか。心震える勝負を。お断りします。ついに原さんとの勝負ろ。リリータウンに向かうろ。あ、こっちから行けるってことかな。なんか段差がある。ん？誰この子。僕は赤きカード使い。君の強さに震えたい。3番道路のトレーナーすべてに勝てる君に出会いたい。何？誰あなた。3番道路のトレーナーすべて戦って勝てばいいってことかな。なんかちょっと気になるけん。これはトレーナーじゃないの？トレーナーだよね。なんでさっき気づかなかった。ポケモンのタイプだけでなく技のタイプにもこだわっている。技のタイプ？ああなるほどね、そういうことね。それはこだわってるよ。ホープトレーナーの好みが勝負を仕掛けてきた。ホープトレーナー？ホープトレーナーとは希望のトレーナー。お、チュリネじゃん。さっき私も仲間にしたよ。ってことでケララッパ、さあ実力の差を見せつけてやれ。ついバム。なんかチュリネとかやったらさ、木の実取れそうじゃない？持ってないんかい。イエーイ。こだわりおかわり。どういうこと？なんかよくわからない、よくわからない負け惜しみ、負け惜しみでもないか。ポケモンにタイプがあるように技にもタイプがあります。ポケモンと技のタイプが同じなら威力が上がるの。まあそうだろうな。まあ当然そうだろうなと思うけど、この子もトレーナーね。もうなんか急激にポーズが。ポケモンにはそれぞれ特性が備わっています。きちんと理解することが勝利につながるのです。なんかこれもホープトレーナーとかじゃない？男の子バージョン。うわ来たよ。ホープトレーナーのユーマが勝負を仕掛けてきた。あのナルシストと一緒じゃないか。トレーナーズスクールにおった。お、コダック、いいねいいね。ちょっとこのヤドン並みの間抜けさいいよ。草とかがいいんかな。じゃあポケモン、あ待って、コイルで行こう。入れ替える。草系も欲しいなね。草系欲しいなって、チュリンで草系だわ。おいし、あの水鉄砲は一体どこから出ようんやろ。頭？口じゃないのね。おいし、コイル電気ショック、ビリビリーっと。効果は抜群だ。お、頭抱えた。お、ケララッパがレベル18。なんかケララッパが一番なんか戦闘を生きよる気がする。特性の効果が発揮できなかった？まあ発揮する前に私がやっつけちゃったからね。ポケモンの特性には戦いの時に効果があるもの、そうでない時に発揮するもの、いろいろあるんですよね。なるほど。とりあえずこれで全員やっつけたかな。やっつけたんじゃないかな。あ、うん、多分やっつけた。ということで、さあなんかさっきのちょっと中二病っぽいやつ。赤きカードを持つ者。何それ。あれ、どこ？あ、こっちじゃない、入っちゃったわ。待って、出まーす。え、もしかしてさっきの洞窟の中のやつらもとかじゃないよね。違うよね。うんうん。ほらほら。僕は赤きカード使い、君の強さに震えたい。なに？まだ勝ててない？私。あ、3番道路もしかしてこっちも。このおじさんもトレーナー？あ、違うよね。君とポケモンを見ていると心が安らぐ。ありがとう。いいものあげるよ。なになに？アイナは安らぎの鈴を手に入れた。なんか知らんけどもらった。ありがとう。安らぎの鈴を持たせるとポケモンが懐きやすくなるよ。澄んだ音色が心地いいからね。なるほど。こっちの方に、あーなんか技マシンが落ちてるんだけど、取れない。取れないよ。やっぱりこの中のやつもってことかな。あ、それともこっちの方にまだおるかもしれんけん、ちょっと私、探すわ。あー、鳥ポケモンめ。お、来たよ来たよ。バルチャイ。よし、こいつを仲間に。じゃあ、ケララッパちょっと、ついばもうか。ついばもうか。同じ鳥同士やけん、そこまで。あー、あ、大丈夫。多分ね、いけるはず。よし。ほら、急所に当たってあれぐらいやし。最後のモンスターボールよ。いっけー。
さあどうだバルチャイ、捕まってくれ。おおしゃー、やったーバルチャイを捕まえたぞ。これは進化系おるんかな、どうやろ。おバルチャイのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。お進化系おるね、なるほどなるほど、登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。バルチャイ、おもつポケモン。まだまだ遊び盛り、羽が短くて飛べないのでぴょんぴょん跳ね回っているよ。へへへ、あれおもつなんや、卵の殻じゃないのね。そしてん、あれトレーナーかな、 あれトレーナーや。ちょい待って、こっから飛び降りれる、飛び降りれねー。あ、ぶつかってしまった。避けていこうと思ったのに。鬼スズメはもう手に入れたんだ私。お、落とし物、綺麗な羽を見つけた。よし、じゃあちょっとさっきのこの子に勝負を挑んで。ポケモン、ん、この子さっき戦った子じゃん、どういうことや。ちょ待って、じゃあとりあえずほらね、やっぱり全員やっつけとるやん私。ちょっと待ってね、ポケモンセンター行きたい。ってことはやっぱりあの洞窟の中もってことかな。んで、あの洞窟の中のトレーナーも全員やっつけてしまおう。まあ、トレーナーかどうかわからんけど、一人はなんか普通に会話できたよね。おし、ちょっと影にぶつからんように、影にぶつからんように行くのむずくね。ああ、ほらよし、ああ、くそ、もう一回待てばよかった。まあいいけどさ、来たよ鬼スズメ。ああ、ごめん、落とし物を。綺麗な花、綺麗な花いっぱい集まるんだけど、なんか高く売れるとかかなこれは。よし、じゃあこっちに。さあトレーナーさんよ、この子はトレーナーかな、こっから話せる。私を探してる。あー、なんて嬉しい、愛されている実感、もっと私を探して。何の話やねん、あの男の人のことかな。あ、こっち側に道具、アイナはスーパーボールを見つけた。なんかこう洞窟の中のマップとかも出てくれたらいいのにね、それがないっていうのが痛いな。お、どう、お、チュリネ、いっけーキララッパー、もうこの辺の全員キララッパでいける。なんとなく私の中でソニックブームといえばマルマインというイメージが。なんでやろ。さあ誰だ、お、野生のアブリー。誰アブリー、かわいいんだけど。かわいいけどアブってことだよね。正体を思えばかわいくないな。エコーボイスでいく、エコーボイス。捕まえたい捕まえたい。うーん、あと一回。すごい微妙にしか吸い取れてないよそれ。うーん、多分やっつけてしまうわこれ。いや、違うポケモンに入れ替えてみよっか。レディバで。この子は鳥？虫よね？アブダモン。頑張れ、レディバ。おーし。じゃあ、レディバで。今半々ぐらいかな、体力。体当たりで。頑張って、レディバ。いい感じにとどめてね。どうやろう、もう一回ぐらいいけるかな、体当たり。よし、今の急所に当たったの、全然吸い取れてないよ。はい、体当たり、いけい、おっしゃ、オッケー。虫の抵抗、何それ、なんか、あーよかった。なんかそれね、死ぬ間際に使う技とかやったらなんかすごい効きそうな。よし、スーパーボール、捕まってくれアブリー。見た目なんか顔は踊り鳥にすごい似とったけど、
だけん違う携帯かと思ったよ、一瞬。イエーイ。やった、アブリーを捕まえたぞ。やったね。この子も進化系おるかな。どう？アブリーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。顔かわいいよ。お、おるね、進化系。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。アブリー、釣りアブポケモン。花に似たオーラを持つ人の頭の上にはたくさんのアブリーが集まってくるよ。何それ、なんか嫌だな。たくさんのアブリーがとか絶対嫌じゃん。見た目が可愛いって言ってもアブでしょ？よいしょ。ん？トレーナーいないんじゃない？ここ。ねえ、あの人。あの人やし。よいしょ。彼女消えるって言ったよね。消えるってどういうことだ？どういうことだ？謎なんですけど。よし、これは？毒針を見つけた。毒針か。こっちには何もない。こっちは？こっちに女の子がおるんかな、あの。お、ほらほら。もう同じことしか言わないな。なんなの？バカップルってことか？だよね。付き合いきれねえよ。ってことは3番道路もう全員やっつけたじゃん、私。なんなの？他に誰をやっつけろって言ってるな、あの人は。ほら、こっちも誰もいないし、ごめんね、せっかく向いてもらったんだけど。ね、全員やっつけたよ、私。きっと頭がおかしいんだな。もしかして、この辺にも。あ、ちょっとこっちにいるじゃん。あなたがもしかして最後の一人？道具を持たせ、パートナーであるガーディアンの力を引き出します。まあ、道具をこうやって有効利用するのは大事よね。またお前かい。ホープトレーナーの匠が勝負を仕掛けてきた。匠さんや匠さん。ガーディは炎か。ってことは、おしゃ、名前誰でしたっけ？おしゃまる？おしゃまれ？おしゃまり？惜しかった。よし、入れ替える。いっけー、おしゃまりー。かわいい。鳴き声もかわいい。私が見とったのはウェンディじゃなくてガーディ。ガーディの進化系がウェンディか。よし、アクアジェット。なんかアクアジェットがさ、思ったよりもなんか、結構ゆるそうな技に見えるんよね。水鉄砲の方が威力ありそうじゃない？見た目。勢いとかさ。叩く。ペシペシ。両手で行くんやね。イエーイ。お、コラッタがレベル17。トレーナーである自分も道具を使うべきでしたね。そうよ、傷薬とか使ってあげんと。やられてしまうやろ。これで全員かな。どの戦い方をしたいかで、持たせたい道具も変わりますね。まあ、パワーアップ系か。ん？リリータン。パワーアップ系か、回復系か、防御系か、みたいな感じかな。やっつけたよ。君は3番道路のトレーナーをすべて倒してしまったのか。春風よりも穏やかな僕の心も震えるよ。さあ、始めようか。心震える勝負を。お断りします。いやいや、お受けします。良き返事だね。赤きカードの使い手がハードルとして立ちはだかろう。何、誰なの？大丈夫？頭。強いの？この人は。おお、エリートトレーナーの拓也が勝負を仕掛けてきた。なんか見た目は、うん、確かに。しかも2匹持ってるし、ポケモン。ただの中二病ではないということは、なんとなく分かったけど。いや、でも見た目から入るタイプかもしれんし。よし。岩砕き。あ、そっか、岩んこって岩タイプか。名前が。そっかそっか、ちょっと一瞬、ノーマル、あ、いや、効果抜群やわ。よし。前転いける。何入れ、なんか退場させられたんですけど。そういうことですか、レッドカード。水鉄砲。ステルスロックとは。何それ。
へえ、罠。でもやっつけたもんね。しかも効果抜群。引き出す相手を間違えたな。おしゃまにはレベル19に上がった。イエーイ。あなたのおかげで。新しくアンコールを覚えたい。いや、アンコールはちょっといいかな。うん。忘れさせない。同じ技を2回続けて相手に出させるってやつやろ。いいよ、それは。キャララッパーレベル19に上がった。よし。お、ヤドン。ということは、コイルで行こう。またレッドカードで退場させられるかもしれんけど。まあ、そん時や、そん時や。一系コイル。よし、行くぞ。なんかあれやね、エリートトレーナーっていう割には、持ってるポケモンが超可愛いんですけど。コイル、電気ショック。あー、効果抜群でも結構そういう感じか。あー、誰を引きずり出すの？あら、ま、キララッパ。ちょっとそこは、うわ、待って待って、尖った岩が。え、結構な感じで体力削られたんだけど。しかも眠らされた？え、寝てる？寝てないよね。あ、よかったよかった。じゃあちょっと、ついばもうか？でも、なんか木の実とか持ってなさそうだな。だよね。うお。いや、あー、混乱したけど大丈夫？自分はこう、え、寝たし。え、今？今なの？寝たの。いや、さっきじゃん、眠気誘われたの。待ってね、ちょっとコイルに変えるから。さあ、戻って。あと少しだ、頑張れ、コイル。なんか、いきなりレッドカードとかされそうやけど、大丈夫か。うお、傷薬使いやがった。いや、でも完璧に回復は無理やろ。よし、オッケー。さあ、行くよ。コイル、電気ショック、いけい。あと1回か。やめてよ、ちょっとその間抜けな感じ。まだ寝てないね。オッケー。よし、電気ショック、これで決める。よし、効果は抜群だ。やったね。なんかあれはね、やられる時まですごいのんびりした感じでやられていくね。ダイヤよりも硬い僕のプライドを傷つけるとは。まあまあまあ、私ですから。で、なんかくれるん？良い勝負だったね。台風一過の青空のように、晴れやかな気分の僕だよ。これは君たちと僕たちの勝負の証だ。レッドカードを受け取ってくれ。強き者よ。お、あゆな、レッドカードを手に入れた。なにこれ、相手に叩きつけれるん？レッドカードの効果は先ほど披露した通り。アローラ地方の道路には僕のような強さを求めるトレーナーたちがいるらしい。ポケモンたちと共に彼らに挑むことも旅の良き目的になるかもね。なるほど。じゃあなんかいろいろレッドカードの使い手がいるということ？イエローカードの使い手とかもおるかもしれんけど。あ、待って、道具。いい傷薬を見つけた。イエーイ。じゃあこっからポンポンポンってリリータウンに戻れるわけね。なんかこっちの方とか道具落ちてそうじゃない？木の実や、木の実。よし、通り抜けられた、ちゃんと。なんかあっこ洞窟あるよ、洞窟。行けんのかな、あっち。なんかあれかな、他のとこから出てくる感じかな。お、道具もあるやん。あゆなはネストボールを見つけた。ネストボールってなんやろ。でもなんかあれ出口っぽいよね。あ、それか波乗りで行く場所とかかな。ちょっと君、ここいらの子でしょ。お願いしたいことがあるんだけど聞いてよ。いいですよ。おお、ありがとう。優しいな、アローラッコ。まだこっちに来たばっかりだけどね。おいらハネムーンで来たんだけど、ハニーがイワンコってポケモンに一目惚れしちゃってさ、ゴツゴツの首周りやクルンとした尻尾がたまんないらしくて、テンカラットヒルニーらしいけど、おいらここいらに疎いし、君、テンカラットヒルニーに行って捕まえてきてくれない？そしたら君の図鑑見て、おいらも捕まえに行くからさ。アルバイト代というか、お礼もするし頼むよ。あ、私が捕まえたやつを連れて行くわけでもない。自分でちゃんと捕まえに行くんや。それは偉い。テンカラットヒルってどこ？テンカラットヒルがわかんないんだけど、私。場所がよくわかんない。島巡り看板。何？花園をよく調べれば意外なところに通じますな。え、マジで？ってことはやっぱりあそこに出れるってことかな？ちょっと気になるけど、気になるけど、とりあえずはストーリーを進めようか。で、テンカラットヒルはどこにあるの？
テンカラットヒル。ここじゃないね。どの辺テンカラット、こっちはテンカラットヒル。ハウオールシティの外れ。ふんふんふん。ポケモン研究所とかがあったとこや。まあ、とりあえずは、また後でってことにするね。また後で。とりあえずは島キングのとこに向かうから、私。よいしょ。ハネムーン楽しんでね、お兄さん。ここ?あ、ここか。お祭りとかしようってとこやね。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。